ましたね。まあじゃあ葵さんいきますか。いきますよ。じゃあ葵さん、さあということでございまして、葵さんのじゃあ10秒ロイヤルプレゼンいきますよ。スタート。王室教師ハイネの見どころはリッヒーのかっこいいところ、そしてリッヒーのかわいいところがいっぱい詰まってます。ぜひみんなこの後も見てね。やばいやばい、天才がいるわ。天才でしたね、はい、もうまとまってますね。まずもうこのポーズももうどうしたんやん、ね、ありがとうございます。もう CM のようなね、はい、もうカンパケの状態でねコメントしていただきましたけれどもね、はいはいはい、ただリヒトのことしか伝わらなかったですけどリヒトらしいですよね、はい、リヒトっぽかったですね。さすがリヒっていうコメントも来ております。はい、はい、ということで最後じゃあ広瀬さんいきますか。え、待って待って待って、あ、じゃあ声優陣4人ですよ、はい、なるほど、うん、そうですよ。ちゃん坂本様にそんな怪我させられません、ね、ありがとうございます。負担がすごすぎますから守ります。大丈夫ですか。行こうか、行きますか。お願いしますよ。もう行くしかないですから、はい、行きましょう。それでは広瀬さんの10秒ロイヤルプレゼン行きましょう。スタート。すっごくエッチでロイヤルな王室教師ハイネ、毎週火曜日ちゃんと見てね。何何何、今日すごくない、ヒロスさん、どうしたんですか。どうしたんですか。でもだってさ、ちゃんとだって誰かが落とさないといけないじゃん。すごいよ、ほらどうしたのって。違いますから。めちゃめちゃ面白いね。ヒロスさん、18期アニメじゃない違いますよ。ほんまに大ちゃんがちょっとセクシーだったね。あ、そうだね、セクシーだった。色気が半端なかった、ね、はい、よろしくお願いします。大人から子供まで見れますから。はい、はい、ということでございまして、はい、坂本さんはどうですか。行きますか。っていいですか。これで完璧だったらどうしましょう。そうだよね、はい、坂本さんもじゃあ、はい、やってもらえますか、どうせ、はい、やりたいです、やりたいです。もちろんお願い、温まったよ、温まったよ、やります。あ、じゃあお願いいたします。頑張ります。最後ね、お願いいたします。坂本さんの10秒ロイヤルプレゼン行きましょう。スタート。もう前は見るたびにもうハイネ先生の名言だったりとか、もうなんか人生においてのなんか勉強になるアニメだし、もう涙も出るし感動もします。おしこしハイネ、はい、でもだけだけだ、こういうことですよ。なるほどね、クソ可愛かったんだけど、ね、伝わりますよ。内容も伝わったし思いも伝わりました。ありがとうございます。さあということでございまして、この5名の中で皆さんが投票していただくということでございます。はい、はい、それでは行きましょうか。この中で一番ロイヤルをロイヤルなプレゼンをしたのは誰でしょうか。ニコ生アンケートの準備はよろしいでしょうか。はい、行きましょう。それでは、はい、投票スタート。あと結果を待つだけですね。うん、いやもうそうなんだよ。誰や誰や、いただきます。誰、ね、今お茶を飲むタイムでございます。今完全にお茶の時間ですよ、ね、うん、そう、お茶の時間ですよ。すっごくエッチに飲む。どうしたの、一言言っていいんですか。ちょっとこの子から一言あります。はいはいはい、僕のお茶がないんです。ないですか、どうしたんですか。お茶、じゃあこれ鳴らそう、これ鳴らそう、これ鳴らそう、鳴らそう、オーダー。羊さん、羊さん、羊の方が、羊の方がバタバタしております。お茶あげてください。急に、はい、お待たせいたしました。ぜひこの方にお茶をお願いできますか。じゃあ、すでに王子の右手側のカップにご用意してございます。あれ、みんなずれてねえ、ずれてねえ。ほら、ハニー、ハニー、ジョーちゃんでしょ、じゃあ。顔が真っ赤だ。ひどいね、それはひどいよ。そうだ、そうだ、この後もしかしたら駆けつけてくるあさと先生のね、文がね、あそこに置いてあって。なるほどね、一人ずれてたわけですよ。羊の方はもう何のミスもしてませんから。バレたか。ありがとうございます。ありがとうございます。完璧でございます。翔さんはマジでやったないよ。葵さんがね、マジでとか言わないで、マジで。すごい、顔真っ赤。ということで、アンケートの結果は出ましたかね。結果こちら。おっと、お、僕多くない。さあ、上田さん 13% パー、足立さんが 3% パー。なんで一桁なの、僕だけ。24% パー。やった。そして葵さん 33% パー。そして赤本さん 25% パーということで、葵さん勝利。すごい。でも一つ言うとしたら、ね、リヒトのことしか伝わってなかったから、はい、あ、来ましたよ。ということで1位の葵さんには、ご褒美がございます。すげえ。
こちらの羊喫茶スワローテイルさん、運営されている、K-BOOKSさんとのコラボスペシャルケーキ&クッキーでございます。すごいすごいすごい。さあそしてですねこちらのかわいい、ハイネのね、はい、さあこちらのスイーツは東急ハンズ池袋店さんにある、はい、パティスリースワローテイルさんにて、6月24日より、7月2日まで発売予定。発売するんだ。皆さんぜひ、これ一足先にお召し上がりください。ちょっと食べて、そうですね、見ますか。もう朝日いいよ、はい、この辺あ、浅田さんが来ました。ああすいません、よかったよかった、間に合った、間に合いました、ね、みんな、お疲れ。よかったよかった。すみません、はじめまして。あ、浅田裕也です。すみません、はじめまして。原市ゆうえでございます。ここでね、挨拶するという。楽屋みたいなね。ご挨拶大事だね。いやいやいや。ケーキすごいね。よかったですよ。早速どうも、食レポとか。浅田さんが来てくれました。はい、ありがとうございます。はい。浅田裕也です。さあ、じゃあ、葵さんにはそのケーキちょっと食べてもらえますかね。いいんですか、かわいすぎてちょっと。うん。あのフォークを入れにくいんですが、ね、どこに入れたらいいのかね。ですが、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 ジュシッ、翔太、教育的指導です。食べた、やばい、右側頭部を中身に何か入ってる。あ、何が入ってるんですかね。何が入ってる。食べてみましょうか。いただきます。中身、何、何、これは、うん、バナナが入ってます。バナナ、うまそう。意外、意外で、ババ、バナ、あの、ババ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 は入ってないでしょ。なんで中にババは入ってないバナナを、あの、甘くて美味しいババロアが包んでて。なるほど。ババロア、ババじゃないよね。ババじゃないです。サウンド、じゃあふわっとしてる感じなんですね。はい、もう口の中でとろけます。美味しそう。美味しそう。食べたい。池袋さんの東急ハンズさんで買えますから、これが6月24日よりね、はい、行ってみてください。